エジプトを出たモーセらは3ヶ月目、神の山シナイ山に向かって天幕を張った。主に導かれ、モーセは一人山を登ったのである。山全体が激しく震えた。主はモーセに語りかけたのである。私は主、あなたの神、エジプトから導き出した神である。あなたが教えてください。私たちはどこに向かってどう生きればいいんでしょうか。どこでしょう。よく聞けモーセ。ブラインドタッチを考えた人は右小指の守備範囲を過信しすぎたのだ。そうです、確かにそう。私もいろいろ、そう、私も今さらブラインドタッチをもう一回勉強しようと思って調べてたんですけれども、あのエンターキーもバックスペースもハテナもカギカッコもニョロもはたまたゼロまでどんだけ右手小指に守らせるんだと、これもイチローのライトみたいなことになってるんじゃないかと思うんですけれども、でもだとしてもそれが何だと言うんでしょうか。主よ、私たちはどこへ向かえばいいんでしょうか。ゴロ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 、まだあるというのでしょうか。私たち民に与えてくれる典型が、ダンガラガシャーン。モーセ、ゴビがジャゾイのおじいさんはこの世に実在しない。確かにそう、確かにそうかなと思っていました。なんとかじゃあっていうおじいさん会ったことないなって。だからジャゾイなんていうおじいさんないのかもしれないなって。でもそれいないとも限らないですし、いないよって神様から言われてもそうかなって思うんですけど、それよりもそれ今言うことじゃないと思うんですよ。それよりも迷える民たちがあれどうにかできるような、ゴロゴロゴロ、主よ、私も体のダメージがすごいんです。体のダメージが、雷で撃たれてよかったな。モーセ、自転車でスマホいじってる人、危ないというより器用が勝つ。そうなんですよね、そうなんですよ。なんか危ないというよりもよくなんかそんな曲芸みたいなことできるなって思いますよね。手放し運転を見た時も危ないなっていうよりも曲芸染みてるなかっていう感じありますし、でもですね、でもですよ、だからどうなんでしょうね。いえね、私これドストエフスキーの小説みたいになってますかね、これ。ははは、長台詞になってますよね、私。でも圧倒的に違うのは、実際に雷に打たれて痛いってことなんですよね、私。だからもっとためになるようなですね、民が惑わずに済むようなですね。ゴロゴロゴロ、まだありますか、主よ。まだありますか。私もう諦めておりましたが。モーセ、ミュージシャンの言う言うまでやめねえぞは言わなくてもそのうちやめるから無視してよ。確かにそうでしょう、確かにそうでしょうね。クールブランドレスポンスをあるためにね、言うまでやめねえぞってよく言ってますけど、彼らも言わないでからやめないでずっとそれ言ってたらなんか怒られますからね、お客さんに。やめるんですよ、やめるんですけどね、それ言わないとしょうがないし、何よりなんでそれ私が 言わないといけないんですかね。私あの酸素回ってないんですよ、今頭に。ゴロゴロゴロ、体がきついんです、しよ、私はもうめちゃめちゃに痛いんですよ。だからでしょ。モーセ、犬は骨が好きって記号最近なくなってきておるぞ。そういえばそうですよね、そういえばそうですよ、
犬は骨が好きってありましたよね。昔のアニメとかでね。馬が人参が好きとかもそうですけどね。仕方なしに食べさせられてたものがなんかそれが好きっていう記号になってたんでしょうけど。最近はペットっていうより家族みたいな感じになってきましたしね。でもね、私、言いたいことがあるんです。言いたいことがあるんだようです。それはね、なぜ雷に打たれてまで、私はそんなこと。主よ、もう結構でございます。私はもう諦めておりますので、主よ。こうしてモーセは十の戒律を知ることになる。